京都市営地下鉄は京都市交通局が運営する地下鉄。烏丸線、東西線の二つの路線があり、西京区を除く京都市内10区と宇治市を通っている。条例上は京都市高速鉄道と呼ばれている。駅ホーム内にある駅ごとの出口、乗り換えガイド1968年に京都市の諮問機関である交通対策協議会がその年の11月に出した答申が、 京都における地下鉄建設計画の始まりである。その後、1972年に事業免許を取得し、1974年に工事を始め、1981年に開業した。開業当時の京都市営地下鉄の特色は、主要4駅にエレベーターを備えたことで、当時の日本の地下鉄では先進的であった。 バリアフリーが広まる前の1972年頃から車椅子乗用車、障害者支援団体が運動を起こして京都市に請願し、京都市会と船橋元木市長を動かした成果である。京都市は相対式で設計されていた駅を急遽島式に変更し、将来的に全駅にエレベーターを設置することにした。カラスマ線、東西線を合わせた乗車距離に応じた。 区間制運賃を採用している。2019年10月1日改定。このほか地下鉄1日券、地下鉄、バス1日券及び2日券も発売されている。2019年度決算は、一般会計からの補助金を含む23億円の計上黒字であり、282億円の営業収益に対し支払い利息などの営業外費用に48億円を計上している。 東西線開業後は収支が改善していたが2009年度から9年間は経営健全化団体だった。企業債などの残高は3444億円に上る。この経営の厳しさの一因には地下鉄建設の計画時の予算に比べ実際の建設費が大幅に増大したことが挙げられる。また、カラスマ、東西の両線ともことという土地柄ゆえに 開作工法を採用した工区の多くで、文化財保護法に基づく工事着工前の埋蔵文化財発掘調査が義務付けられ、そのための経費と期間が必要となった。埋蔵文化財の存在するような浅い地層に手をつけないことが可能なトンネル工法であれば、発掘調査は不要だったが、開作工法に比べて格段の費用がかかるため、埋蔵文化財が存在する場所の多くで、 改作工法が取られている。その他、東西線では、フルスクリーンタイプのホームドアが採用されており、これも建設費を増大させた要因の一つとなったが、ホームドアは安全面から採用の中止を免れた。このような問題に対して、京都市交通局では、駅業務の一部民間委託や高金利力業債の借り換え、京都高速鉄道の直営化などによる、 各種コストの削減を進めている。また、駅中ビジネスの展開などによる収益増にも取り組んでいる。なお、この一環で2010年4月より、駅に掲示している駅名表付近に、駅名表示板化広告の掲示を開始した。ありがとうございます。